こちら茨城県土浦市にありますリサイクルショップモヘジさん、私たちのおなじみのお店です。今日も生理ダンスね、6段ぐらいあるやつかな、それと家庭用の血圧計買いました。こちらでも、湯花、群馬土産、いい湯花、いい湯花をお取り扱いいただいております。不要品の整理、便利屋さんみたいなこともね、しているお店ですので、ぜひご利用いただければと思います。掘り出し物もたくさんあります。